雲に開いた不思議な穴。こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日のテーマは、雲に開いた不思議な穴。私たちは先週の日曜日から、あれは何どうして現れたの今後どうなりそうかについて、具体的に調べました。ではこれから、そのレポートを一緒に確認していきましょう。私は、カメラの向こう側にいる視聴者たちへ向け、穏やかに語り始めた。 奇妙な無数の穴は、先週の日曜日や半に出現。この日は朝から冷たい雨が降り続いたが、午後に入ると突如晴れ、夏かと思うほどに暑くなった。ところが、夕方過ぎからまた暗雲が垂れ込め、衛星画像からも、広範囲にわたって分厚い雨雲が地表を覆っている様子が確認され、晴天に変わったのは12日後。まず、気象衛星の IR カメラで撮影した、 穴穴周辺のの 3D タイムラクス動画をご覧ください。いすててがが同時に発達していることがわかります次に HDOE の 6D カメラによるモーショングラフ。グラフはこの不思議な穴が高次元の世界からやってきたことをはっきりと示しています。時空現象に対して不安や誤解が生まれぬよう、また皆が日々の暮らしを健やかに過ごせるよう、私たちは優しさをモットーに、 難解な観測データを分かりやすく情報発信している。特に今回、異質と言わざるを得ないこの現象の行く末を暗示る人は多い。私としては想定内であったが、IDC、インターディメンショナルコンバージョンがこれほど鮮明に捉えられたのは史上初。実験段階とはいえ、HDOE が実社会でしっかり貢献している現実に、内心、ほっと胸をなでおろした。反面、 胸をざわつかせる驚きの事実にはさすがに鳥肌が立った。あれほどたくさんの穴がシンクロして発達したことはいまだかつてないし、そのすべてが時空をまたいだ一つのルートを通り、私たちが暮らす三次元世界を訪れた。なぜ隕石類、人工物の瓦礫、漂流船、移民団、侵略軍、団体観光、あらゆる可能性をもとに獲得した信号を分析したが、 はっきりとしたメッセージは見当たらず。穴が現れた理由は判明していないのですが、大変興味深い特徴を見つけることができました。それは人類とよく似た種類の生体反応が彼らのルート上に記録されていたという事実です。仮に、この検出結果が間違いのないものであるとするならば、過去にいくつか報道されてきた宇宙人騒動は、作り話ではなく真実だ。という可能性を、より現実的に理解できます。 私はここで、しばらく間を取った。チャットに流れる反応、感想を丁寧に確認したかったからだ。コーヒーカップを唇に添え、心安らぐ香りに意識を移す。黒い液体に映る光は滑らかに揺れ、ぐにゃりとくっついては、ぽよんと離れる。カップの隣に置かれたミルククッキーが身にまとう甘い匂いは、空間を飛び越えて私の脳を喜ばせる。視聴者たちのコメントは、 千差万別だった。コメントありがとうございます。全部とはいきませんが大半を拝読しました。多くの方々は、やっぱりそうかと理解しておられるようですね。数名の方々は、びっくりしたり恐れたりしておられるようです。どちらも当然のことだと思います。それでは最後に、私の感想を。本件を含むこうした多次元現象に対する個人的な見解を、私は、優しい口調で静かに話した。 これはやはり真実。彼らは危険ではない。避難民や漂流団だろう。友好的交流を期待する。ME14 年10月1日。ジャクサル時空科学研究所公式チャンネル。所長、ソニー山田。ヤマダ